はい、それでは今度はですね、はい、佐藤恵子さんに歌っていただきます。佐藤恵子さんは、ね、茶道受け者で日本一になりましたけれども、今日はお師匠さんですね。お師匠さんというか今日の本日の大使、津軽三味線と名を打ってございます。ここで津軽よされ節を歌っていただきます。どうぞ。
新潟県同士のコンビでございましてね、もう本当にもバイタリティな歌い方でした。佐藤恵子さんでした。はい、それでは今度は元気にいきましょう。再び三度、開始の三味線が鳴り響きます。そして歌います、福士勝美さんです。津軽じょんがら節をどうぞ。それに対
さんの津軽じょんがら節でございます。